はい、動画をご覧の皆さん、こんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。国民的アイドルグループの嵐ですけれども、メンバーの桜井翔さんと相葉雅紀さん、2人揃って結婚を発表いたしました。おめでとうございます。レッドおめでとうございます。メンバーですね、二宮さんがね結婚してるんで3人目ということでございます。これからもですね、お幸せな方をね気づいていただきたいと思います。ルトです。あら、おめでたいね。桜井くんと相葉くんね、結婚だってルト。おめでとうございます。いや、嵐の桜井翔さんと相葉雅紀さんが同時に結婚を発表いたしました。嵐の桜井翔さんはジャニーズ事務所のオフィシャルサイトを通じまして、この度桜井翔は結婚いたしましたことをご報告申し上げますと報告。これからも応援していただけるよう、自分のやるべきことに真摯に向き合い精一杯取り組んでまいりますとコメントしております。一方、相葉さんですけれども、この度相葉雅紀は結婚させていただくこととなりましたと発表し、これからの人生も皆様と共に一生懸命生きていこうと思います。今後ともご指導ご伝達のほどよろしくお願いいたしますと綴っております。桜井さんと相葉さんですけれども、松本潤さん、二宮和也さん、大野智さんと共に1999年に嵐を結成。グループは2020年年末をもって活動を休止しております。いやー、これね、ファンの方は結構複雑な方もねいらっしゃると思うんですけれど、とりあえずですね、お二人ですね、ご結婚ということでですね、おめでとうございます。リッタールッタです。おめでたいですね。リッタール